はい、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日、モンタースポーツさんに来ております。本日なんですけれども、ショーヘイズのゆささん、キズナグローブの代表の、ゆささんから、ちょっとご連絡をいただきまして、グローブを片付けしてほしいといったところで、今、視聴者さんの、グローブを、持ってきて、そちらを片付けしようかなと思います。もうなんか、ショーヘイ TV を見て、キズナグローブ、ということで、で、なおかつ僕に、片付けお願いしたいということで、ありがたいことにお声掛けいただきまして、僕の方でちょっと片付けをさせていただければと思います。今回片付けするのは、こちらのキャッチャーミットと、内野手のグローブになります。内野手のグローブをお付きになられた方に、片付けの方をお願いできないかなということでお声掛けいただきました。で、こちらは、ゆささんから、こちらもお願いしますということで、キャッチャーミットも片付けをお願いしますということになります。で、まず、ちょっと簡単にどういう先に型かなっていう感じで、これちょっと大きめの、内野手用、オールラウンドサード用に近いかなっていうようなオールラウンド内野手用のグローブとなっているので、結構ボックス目で使うのがいいんじゃないかなというようなグローブです。指股は入ってないんですけれども、逆巻きになっているので、ポケット2個ぐらいあってもいいような、型をしている、原型の型をしているグローブになります。こちらのキャッチャーミットなんですけれども、キャッチャーミットこれ、多分安倍晋之助選手みたいな形してるのかな ?2 ピースで、親指の芯が若干薄いかな、親指の芯が若干薄めで、レギュラーバックスタイルのミットとなっていて、今回はスチーム片付けかなをしてやっていこうかなと思います。で、ただね、どうなのかわかんないんですけれども、キズナグローブ本当に硬いので、関節がつくっていうぐらいの片付けができればなといったところで、今回の動画ではまず内野手の方から片付けの方をやっていこうと思います。それではやっていきます。シブスイッチ入れてもらって70度までなったんで入れていこうと思います。これちょっと皮が特徴的な皮してるので、一応ねこうやって袋に入れてスチームを入れようかなと思います。スチームなんでね、別に水をつけるわけじゃないんですけど、水蒸気なんで、もしちょっと染みちゃったりしたら嫌だなみたいな、ところもあるので、僕のグローブだったらそのまま一回入れちゃうんですけどね、塩さんのグローブということで一回ちょっと袋に入れて、入れていきます。だいたい2分半ぐらい最初は。ふぅ、あった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 ありがとうございます。はい、じゃあ2分半待ちまーす。いいのこのカラスの声は。はいはい、じゃあとりあえず2分半を入れたんで、ホットだぜ。イエー。あ、もうねこれでだいぶ柔らかくはなってるので、まずは揉みます。こうやって関節をねつけていく。まず僕のイメージとしては5本の指しっかりで取りに行く。このグローブお任せでいいっていうことを言っていただいたので、5本でしっかりと掴めるように、まず一番力のかかるね親指とここ小指の部分をしっかりと折っていこうと思います。こうやってね、こうやって、もう僕は最初内野を片付けるときはここをしっかりとまず折って、もう揉み続けるっていうような感じですね。で、これだけでももう曲げられるようにはなったかなっていう。ただ、やっぱ硬いんで、だいぶ。さすが。つかむ、押せ。ドラゴンボール。はい。入れまーす。何今の時間。何今の時間。ちなみにこれなんか時間やっぱりグラブが温まってる時じゃないとやっぱここまでできないじゃないですか、うん、そうですね。やっぱそういうのってちょっと意識したりはします？なんで僕は、短時間で2回入れます。ああ、なるほど。あ、だから2分半なんですか。そうそうです。あ、なんで僕はあえてそういったところで、でそのためにこういう袋とかも入れてね、できるだけ皮にダメージを入れないような形でやってますね。でもうほら動くはするだいぶ。ただまだやっぱ閉じないので開かない。それは硬いグローブで新品だとそれは確かになんですけど、こうやってね入れた状態で各関節つけていくような、薬指とか中指下もこういう風に曲げていく。でこれが中にボール入れないでやっちゃうとここも潰れちゃうので、揉む時には基本的には入れてやってますね。この後は土手をこうやって、ここもやりすぎるといけないんで、土手は特にここに横閉じダブルで入ってはいるんで、ここも柔らかく感じればなっていうようなところまでで、もう形と顔としてはこれでいいんじゃないかな。さっきよりも顔が整ったんじゃないっていう。そうですね、イケメンになりました、うん、でほら閉じる、しっかりと。結構グローブ自体がでかいんでね、まだ叩いてないんであれなんで、これでどんどん叩いていって今度ポケットを作っていこうかなと思います。こうやってまず普通にポケットですよね。こういう風にポケットをやっていくのと、こっちも叩いて。
余計なところを叩かないように、思いっきりは叩かないです僕。あくまで形付けをするっていうような形で、結構なんかグラブ叩きっていうと思いっきりバチーンってやるイメージあるじゃないですか。だけど硬いグローブだし痛いんで、やっぱ力の加減ってできなかったりとかずれちゃったりとかするじゃないですか。ああなるほどね。だから連続で叩くみたいな、僕は。あ、早く。そうですね。叩くような。形状記憶じゃないですけど、もうこうやってグローブ、僕がポケット作るときは、ここと、ウェブ下と、ここに作るんで、はい、で、そういったところで形状記憶させるみたいな。ワイシャツみたいな。そう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 。ここにくぼみができたじゃないですか、まず。はい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 。と、こっち側にも。おー、はいはい。こっち側の薬指と中指の、そうそうそう、この下あたりが。なんで、まあ、元の型を崩さずに行くんだったら、こういう型を。つけるのかなっていう感じで、まあ、逆巻きなんでこっちにもポケット作りつつ、ちゃんとあの指股が入ってないし、ちょっと大きめのグローブなんでウェブ下にもつけるっていうような感じで、まずはまあこれで形状記憶はいいのかなといったところなので、もう一回2分半入れて、あったかいんですけども、最初出した時よりかは全然もう冷めてるので、もう一回ちょっと入れていこうかと思います。はい、はい、あちゃちゃ引っかかってる引っかかってる引っかかってる何しちゃう これも2回目ですか。うん、2回目です。おお、やっぱね、柔らかいね。よし、じゃあもう一回同じような工程で温まったので、一気に、あ、まあ入れすぎも良くないんでね、親指の関節が甘いな、まだ。あの、あんまり揉みたくないんですよ、ここも。それはなんでなんですか。打球負けしちゃう。ああ、柔らかすぎ。そう、上を曲げないでここ曲げる感じ。キズナさんの元々の型の特徴で、ちょっとひねり気味なんですよね。まあ確かに開くグローブは僕も少ないなとは思います。そうそうそう、ケットはさっきの叩きでいい感じになってるから、キズナさんのグローブで合うんであれば、まあやっぱり ひねり系で縦に長いグローブがいいのかなっていう感じはしますね。スチーム入れてもなお硬い。そのペイントの部分あるじゃないですか、はいはい、親指と中指薬指かな、はい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 、そこの部分と多分黒の部分って、正直まあ革の材質というか革の素材って全然違うと思うんですよ、うん、冷めた時に違いが出てくるかもしれないです。今はあったかいんで、やっぱり木澤さんのグローブって硬いんで、どうしても今動いててもこれあと1時間2時間ぐらいしたら結構また硬くなっちゃうと思うんですよ。そのグローブかっこいいのマジで、うん、まあ、しっかりとここにねポケットができて、こうやってもう動くかな。最初は全然動かなかったので、革数ちょっとね、こういう革なんであまりシーム入れすぎると本当に怖いんで、今回はちょっとこのぐらいで止めて、あとはまあ、 乾いた時に止めた時にちょっと僕の方で私の前に一回揉んで、少しまた形状を覚えさせてからお渡ししようかなと思います。まあ、型の特徴としてはね、まあ、ここが長いんで縦でしっかりと、まあ、ちょっとひねり気味、もともとのグローブの特徴を生かした型をつけさせてもらいました。結構僕湯もみが多かったので、スチームなんて入れるのもほぼほぼなかったので、まあ、そういったところもどんどんやっていこうかなと思います。ちゃんとここまで閉じるようになったし、ポケットも、できているので、これでお渡しできればいい感想がもらえたらなと思います。ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。